さあやってきました。受付が済みまして、今日はたくさん久しぶりにこの辺のレースでこんな人が集まってますね。すごい懐かしい人もいっぱい。ハブちゃん、ハブちゃんです。何年ぶりですかね。てかこれ見たことないんですけど、なんすかこの自転車。モクシー、なんすかそれ。え、どこの自転車ですか。これイギリス。すごいな、またマニアックな乗りますね。あれですか、今から井出川さんのクリニック。おダウンヒルシリーズに昔あったんですよ、こういう。ああ、そうなの、ね。はい。またこう、教える人によってこう違うんで、もちろん。ね。こう、擬音いっぱいの人とか、こう、理論的に教えてくれる人もいれば。ここでギュッて踏んだらピュンって出るんで、そうそう、っていう感じでね。じゃあ、お願いします。お願いします。あの、まあ、スクールって言ってもそんな、大変もんじゃないんで。はい。まあ、スタートして、まあ、ラインいくつかあるんですけど。特にこのエリアが一番ラインが多くて、まあ、ここ来ていただくと、まあ、いいスピードで来るんで、こう結構リア弾かれちゃいますね、こうバーンって。はい。で、着地も、こうシャドウがちょっと斜めになってるのと、距離短いんで、まあ、ここは、あまりこう、なんていうんですかね、攻めすぎずというか、まあ、スタートなんで、はい。体をリラックスするようなイメージで、こっち飛ぶパターンと、まあ、ここ、ジャンプの練習として、はい。まあ、上に乗ってもらってもいいですね。まあ、徐々にこう距離伸ばしていくみたいな。右に行ってもいいですか。あとはここからこう飛んで、ここで、こっちでね、こう流れてきて、あと右行ってもいいし、左側行ってもいいし。なんか、本当はここをもうちょっとこうリップっぽくして、ここから向こうにこう触ってもできるような。バリコードやん。めちゃめちゃコードやん。いや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 、いや絶対できますっていう、できるようになります。チャンス何人も、その言葉を。まあ、クリニックなんですね。クリニック何。おお、ヘイト君久しぶりだね。久しぶりです。何しよった。いや、もう遅れて引いてました。遅れて、マジで。いいですか。あ、どうぞ使ってください。もうぜひ使い倒してください。めちゃくちゃ乗りやすいです。ほんま、やろう。サスはね、ちょっと重いんだけど。あ、そうなんですか。うん、あんま気にならんだろ、どうせ。ハウデルやし、ガタガタしてるし。もう本当に宮崎のそうなんで、チャリ貸してあげて。あ、これ。ここ超えちゃうぐらい。もう宮崎には行かない。僕のやつでも。いやいや。まあまた乗りましょうよ。はい、また。久しぶりの、エイト君。やべえ、ファイヤー。これこけたらショックっす。ショックめっちゃ懐かしいじゃないですか。はい。ですね、今、タイム計測会が終わりまして、今日これで全部終わりなのかな？あとフリー走行とかあるかもしれないですけど、今日のスケジュールがすべて終わりまして、今から、一応表彰式があるみたいで、いやー、
なかなか面白い攻めがいのあるコースで、なかなか楽しいですね。今からそういえばですね、ジャンプセッションがあるみたいですね。いやー、長岡さん、いいですね。なんか楽しいね、みんなでやるのは。いや、ほんと、こんだけ集まるとめっちゃおもろいですよね。ありがたい、ありがたい。いやどうなるかと思った。ここの面もなかなか普通に港でるようになっていて、渡すね。いやー、盛り上げこれからもですね。言いましょうか。あ、じゃあタイムを読み上げましょう。見せてください、じゃあ。はい。ここ。3位から行きましょうか。はい。じゃあ並んでいただく。3位。あ、じゃあ読んでください。タイムと一緒に。26秒63。はい、3位。はい。はい。清水さん。おぉ。清水さん。おぉ。おはようございます。おぉ、僕だった。じゃあ、この辺に。はい。じゃあ、誰がカメラ撮ってると YouTube 成り立たないんで。これ、このまま持てばええ。このまま。これ、もうちょいこれで。はい。この辺で。はい。はい。で、第2位お願いします。はい。はい、では、第2位の方、25秒63。お、25秒 ?63。63です。はいはいはい。心当たりある方。はい。はい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 。はい、第2位、ありがとうございます。心残りがあるよね。はい。心残りもあるね。はい、残りもあるんですね。はいはい。はい、それでは、はい、25秒50です。はい。三藤さん1位です。おー、おめでとうございます。素晴らしい。チャンピオン。初代チャンピオン。第1回セラレシダウンヒルのチャンピオンですからね。はい。立てるもちょっとないんですけども、すいませんね。ちょっとセルフで立ててください。はい。ということで、はい、第1位が三藤さん。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。コースもすごい楽しくて、ジャンプも面が飛びやすくて。あ、よかった。非常に楽しいコースで一日楽しめました。よかったです。また来週遊びに来ます。ありがとうございます。じゃあ、エデルお願いします。はい。どんな人でも楽しく走れるコースで。そうね。はい、が、もうめっちゃ悔しいです。そうだね。ゴールして倒れたもんね、こうやってね。勝ったと思っちゃった。来たな、この走りみたいなね。そうです。よかった。じゃあちょっとまた次回リベンジでお願いします。はい、ありがとうございます。はい。清水さん、はい。清水さん、フィニッシュジャンプの仕上げやってくれたの、はい、あ、最後ね。ありがとうございます。YouTube で予算上がってます。見ました。で、セナニシの、はい、YouTube 拝見しました。ありがとうございます。なんかすごく乗りやすくて楽しくて面白いコースでまた来たいと思います。ありがとうございます。発展ちょっと期待します。ありがとうございます。発展ね。ご要望ください。たくさん。じゃないと発展しないんで。はい。すぐやる気なくなっちゃうんで。好きなこと言ってくれたら作ります、ね。好きなこと言ってくれた方が喜ぶんで。はい。喜びますんで。はい。お願いします、ぜひ。はい。ということで、じゃあ、お父さんの部、これで第1位から第3位までしたね。はい。おめでとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあ、ちょっとなんか、総括を。僕は総括でいいですか、はい、いや、それは、だから、瀬名西、勤め始めて、作り上げたのも、長岡さんなんで。ちょっと思いを。はい。泣きますよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、思い、ちょっと、最後ね、思いを皆さんに伝えないと、次につながらないんで。いやいや、はい、知ってる人はもう、いるかもしれないですけど、僕、水ハイランドっていうところでコースやってたんですけど、ちょっと場所が変わって、新しくコース作って、はい、で、もうコロナ禍でみんなこういうね、イベントもなかったんで、うん、ちょっと今日人が集まるかなって、ちょっとすごい不安だったんですけども、うん、またもう、なんか知ってる顔いっぱいあって、うん、超嬉しかったんで、またこれからも。ぜひよろしくお願いします。これからどんな感じで発展してきますか？これからもっとね、なんかもうみんなのリクエストどんどん入れてって、で、シングルトラックも綺麗に仕上げてって、うん、で、今降りてこれた、初心者コースというかね、トレイルも上りで使って、耐久レースとかね、そういうのも考えてって、なんで、来年はね、もうちょっと、大きいコンテストもやろうかなと思ってますんで。じゃあ、中四国もまたここを中心に盛り上げていくという。そうですね。はい。ぜひ、皆さんご協力お願いします。はい。なので、なんか、いろいろね、個人的に繋がっている方もいらっしゃれば、個人的にご要望いただいたりとか。そうですね。はい。なんか、メッセンジャーいただくとか。もう、はい、もうインスタでもう DM 送ってもらっても全然。そうですね。いいね。はい。と同時に、まあ、施設も利用していただいて、はい、ね、泊まりで、一日遊んでいただければと思いますね。泣いてないじゃん。
怒られてます。はい。ということで、ありがとうございます。大丈夫、ご挨拶大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。ということで、まあ一旦これでね、はい、はい、終了ということで。あとね、コース作ってくれた、はい、あの、グランピーさんとかね、あの、いろいろ協力してもらったんで。あ、本当ですね。ありがとうございました。YouTube 作っていただいて、本当にありがとうございます。またいろいろ、はい、あの、お願いするんで。グラベルも作りたいんですよね。グラベルも。ありますよ、はい。なので、いろいろまたこれから発展していきますんで。なんかちょっと僕も、あれですね。じゃあ、今日、ジャージ持ってきたんで、なんかもし欲しい人いたら、どうですか、じゃんけん大会とかで、こう、はい。これ去年来てたやつですね。はい、おぉ。これ本物です、本物です。はい。これ、差し上げる。サインは、はい、文字書きますよ。はい。じゃんけん大会しましょう。なんか、じゃんけん大会になると閉まらないじゃないですか。やりましょう。で、勝った人だけにしましょう。はい。立っていただいて、はい。あいこなしで。もちろんスタッフでいいですよ、もちろん。はい。で、勝った方だけ立っていただいて、負けたら座ってください。いいですか？最初はグーでいきます。はい。最初はグー。じゃんけん、ほい。はいはいはい。あいこダメですね。はい。あいこダメ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。よっしゃ。というわけで、全日程が終了しました。なかなか楽しかったですね。なかなか。はい、ちょっと将来が楽しみな感じで、確かにそうですね、あそこもなかなか面白いですね。メインコースじゃなくて、あれもなんか育てがいがあるコースで、いやー、というわけでまたじゃあ江戸くんおめでとう。あ、キャンプやめて、優勝だった。次の3着。大きさ的にあった。どうでしたか、あの試乗車ロッキーマウンテン。いや、もう本当にめちゃめちゃ乗りやすかった。本当もう本当に飛びやすくて、なんか全然重たいなんて思わなかった。よかった。まあこれぐらいが楽しいよね、多分。フルサスは早いけど、全然楽しむ分には本当に、うん、ありがとうございます。次もお願いします。いやー、次は宮崎ですか。次宮崎です。はい、宮崎は僕の自転車でいいんですか。頑張ってください。お借りします。じゃあまた遊びましょう。はい、ありがとうございました。